はい、皆さんこんばんは、はちゃたらこです。今日はカニカマ食べます。カニカマです、はい、いや、あのね、別にあの、なんだろう、カニカマを狙って今日食いたかったわけじゃなくて、あのちょっとお腹空いたなと思って、で、なんか食べよう、動画で食べようと思って、で、冷蔵庫開けてカニカマだと思ってカニカマあると思っていただきますなんかね、カニ酢もあの一緒についてたんで、あのカニ酢を、つけて食べてみようと思います。はい、あんまりカニ酢つけて食うことないんだけどね。うん、カニ酢がそもそもどんな酢なのかもちょっとあんまり分かってませんが、はい、ではどうかな、いただきます。おお、カニカニ、カニだね。うん、いや、美味しい、すごく美味しい。うん、で、まあそもそも別に俺これカニじゃなかったとしても、あのカニカマが好きだからえ、美味しい美味しい美味しい、これ、うん、うんうんうん、あ、やっぱこのカニ酢つけるとカニ感増すね。うん、なんでだろうね。え、すごく美味しい。え、これペロッといっちゃうねえ、すごくいいよ。うまっ。よし、デビュー。全然カニカマでいいね。あのいや、もちろんカニがいいんだけど、カニがいいんだけどそう、あのまあ、ほら、お値段的にね、話をしたら、うん、全然いいよ。うん、うん、海外にもさ、カニカマってあんのかな、どうなんだろう、ありますかコメントください。はい。最後の一本です。美味しかった。うん。はい、というわけで、あのカニカマでした。また何かあの食べます。またね、バイバイ。